楽しく聞いてみレディオ。はい、今週も始まりました。のこちゃんレディオのお時間です。はい,はい。今日は第21回です。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。 今日から七月ですね。そう。七月一日の月曜日です。ねえ、めっちゃ早い。霧がいいね。あ、本当ね。なんかね、週の始まり月曜日しかもつ日ってななんかねなんか霧がいい感じがしますね。なんかね。お天気はねやっぱり梅雨なので曇り空雨降ってたりしますけれどもまあ元気にね今週もやってまいりましょう。はい。よろしくお願いします。はい。で前回のですね。 レディオのコメントから、はい、いただいたコメントから参りますね。はい、お願いします。そけさん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんとなく疑問に思ったんですが、うん、レディを撮ってるときって二人の座りってよく見るラジオブースのように対面してるのか、並んで横に座って撮ってるのかが気になりました。 まあしょうもない質問ですみませんいえそんなことございませんいやいやはいもう全然しょうもない質問なんてありませんから確かにどういう体型で撮ってんやろうっていうのは気になりますよね、うん、まあねあのお店のどこで撮ってんやろうみたいなのもあるかもしれないですねはい。どこで撮ってるんですか <laughs> 狭いバックヤードで撮ってます <laughs> そうなんですよまあちょっとしたバックヤードねあの 荷物、自分たちの荷物置いたりとか、あのロッカーとかはないんですけど、ちょっとしたスペースがあるんですよ。お食事、ね、お昼いただいたりするスペースがあって、そこにぎゅうぎゅうになって録音しております。はい。で、横並びですね。横並びで、対面ではなくて、横並びで仲良く録音しております。まあ、でも、いつか、そのソケさんも想像してらっしゃるラジオブースっていうもんで撮ってみたいですけどね。マイクがなんかね、ちょっとぶっちゃいやつね。本格的な。 はいいいですねいやいやなんかのこちゃんレディオのためにそんなねもう本当に何でも先の話ですけれどもすごい全然今のままで十分ですはいありがとうございますでですねあやさんが昔お酒飲んでた頃は当ていらなかったなっておっしゃってますあ当ていらなかったお酒だけ飲んでたってことですねなんかツーツーというか飲み慣れた方は本当にお好きな ね、うん、もうなしで飲めるんや。シャンパンにイチゴやってみてください。はい、おしゃれ。わお。めちゃくちゃおしゃれですね。ね<ー>なんかイメージしちゃう、あやさんお会いしたことはないんですけど、<laughs> イメージしちゃう。なんかね、あのくゆらしてる感じが。<laughs> 香りはこう。シャンペンをこう。シャンペンをこう。<laughs> こうぐるぐるとくゆらしてシャンペーンはくゆらせへんか、あれワインやな。ワインやな、あくゆらす。<laughs> テイスティーとテね、いや <laughs>、はい、いいないちごとすごい可愛らしい、うん、いいですねおしゃれなんかヘルシーでいいですねね素敵ですはいで今どこでも行けるならどこが行きたいですか<ー>私はゆっくり温泉かとう当時したいですあ当時ね、うん、体のために元気なら韓国行きたいです。 韓国か韓国はんかねまな身近な国のような気がして一泊二日とか日帰りでね行かれる方もいらっしゃるぐらい近い国ということで行きやすくていいかもしれないですね。韓国でも私ははあれ高校生のの時修学旅行が韓国でんか何人かでグループに分かれて通訳のお姉さんがついてくれるんですよ。れいいね一緒に こうちょっと韓国でもローカルなお店に行って値、うん、引き交渉してみようみたいな感じの、まあ、勉強も兼ねてみたいなの、うん、は行きました面白かったです今でああいうなんていうの夜の市場みたいなところに行ったってこといや夜はさすがに多分高校生やったから出歩いてないと思うんですけど、うん、なんかそういうお店商業施設行ったりとか、うんまあ、ほんまローカルな市場、えー、行ったりして。いいね でその通訳で来てくれた韓国のお姉さんともしばらくは連絡取っていましたよ<の>メールで年齢も近かったの いや私らだから高校生やったから、うん、お姉さんは多分20代か30代ぐらいやったと思うんですけどもうでもね連絡先もまあもちろん今なくて <laughs> お元気かなってやっぱ思い出なので思い出しますね元気にされてたらいいですけど、ね、今も通訳されてるかもよ、ね、されてるかもね,ねそれはそれをね飽きないとして <laughs> 飽きないとしてね <laughs> されてるぐらいやから、うん、あで違うよどこ行きたいかいう話あどこ行きたいかね <laughs> そうそうそう えー、どこ行きたいんやろう私はそれこそサバンナですよアフリカ行きたいんですそうまああのね皆さんご存知の通り私動物好きですので、うん、あのちょっとリアルに、うん、あの自然を走り回ってる、ま、ライオンとかチーターとかをまあねゾウさんとかキリンとかね、うん、見てみたいなっていう願望はずっとあります何時間くらいかかるんやろう、はい、アフリカね,ねほんまにもう 1> 1日中乗ってるん違う何かには<分>だって着いてからも移動するしう、ねうん、もうそれもさあの日本みたいにき、うん、綺麗なねタクシーとかじゃないじゃない多分バスとかでもないし道も舗装されてないやろうし、うん、そういうリアルをねちょっと感じてみたいなってサファリパークではない。あー そうリアルなもうみんな危険を犯してでも行きたいいいややちょっと危険な感じちょっとそれはガイドさんねプロのガイドさんとかをちゃんとあるツアーみたいなんでもいいから行ってみたいなもしこれ聞いてくださってる方でアフリカ行ったことあるっていう方いらっしゃったら本当です教えてほしいですねどんな感じやったかっていうのなかなかいないと思うけどはいぜひぜひ教えてくださいはい。 だから、質問のお答えは、はい、アフリカのサバンナということでした。はい、あ、そうですね。<laughs> はいエース。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でね、あのうん、吉本新喜劇について、コメントを結構いただいてまして。うれしいですね。はい、ありがとうございます。けんさんが、はい。 えー、ケンさんがここですね。南、え、場、ーはい、グランドカ月に何回か行きましたが、<ん>劇場で見ると本当芸人さんのパワーが伝わってきて楽しいですよね。迫力がねあの近さは結構ね<う>会場小さいんですよね。うん、で結構近いんですよ。<い>んん席と席もあのもう狭いというか細いし近いし、うん、前も横も近いから、うん、もうね芸人さんとの距離も 席遠くても近いぐらいの感じなんですよ。か迫力がね、すごいですよね。うん、声の大きさと。あ、そうそうそ,うそ,うそう、ね、ボリュームがすごい。 私も島田珠代姉さん大好きですし <laughs> ドリル1000の会の吉田さんも大好きです、はい、あドリル1 0の会ね最高ですね <laughs> 見れましたよれ、ね、それはねリアルにはい、はい、に見ることができたんですよ、うん、だからすごい嬉しかったんですねそう、珠代さんもすごい姉さんも、ね、で,もでもこれは健さんあれやね、はい、島田珠代姉さんって言っているところにリスペクトを感じるね,ね姉さん、うん、確かにね、三手つけるのはもうね <laughs> リスペクト感じますよ。ね、はい、面白いです。面白です本当に。いいですよね。はい ね、うん、あ畑山さんだ。はい。ありがとうございます。ます休みの日に思い切り笑ってリフレッシュは最高ですね。最高です。勝手なイメージで大阪の人はほとんどみんな通天閣にも登ってコテコテなのかなって思っていました。<laughs> ね、はい。テレビの影響は怖いですね。いはい。<laughs> 本当に本当にあれですよねあの県民賞か,かで、ね、<laughs> あれもね結構全国に。ほ、うんまに大阪ヒューチャーされがちじゃないですか、うん、ちょっとこう。 個性がねそうそう強めなので、うん、もうだからね多分大阪にお住まいの方は皆さん思ってるかもしれないですよねもうそんなんちゃうからみたいな <laughs> いや実はそんなんなんですよね多分なそんなんなんですけどそ,<う>そんなんちゃうからって,思ってる方も100そうではないよねそう,うみんながみんなそうではない <laughs>、はい、けれどもまあそういう面白いところをやっぱりフューチャーされがちなんで。 まあありがたい,ですけど、ね、私面白いって言われるのが好きなタイプなので「あ、うん、面白いね」とかって言われたりするんです言っていただけたりするんです「YouTube 見てます」「面白いです」「楽しいです」うんうん「すごい嬉しい」<laughs> もうね「中身がどう?」とかじゃなくて「面白いです」って言われるとすごい嬉しいよね。うん <laughs> で通天閣にも登ってっていうのは登ったことないんですよね。登ったことないですよ。<う>通天閣はもう見る専門です。なんていうの？<laughs> あんまり周りにも登ったことあるっていう人いないかも。いてないかもない。<laughs> ろろかってならんもんなななならんねならんんんんもでやう通天閣よりも背の高いビルが多いからちゃうかな今通天閣そんな高くないやんはるかすとかさ通天閣はる,はるかに上やしそうやんかで、うん、私も専門学校行ってたのが天王寺やったんでその通天閣が見えてたんですよ教室から。だから短すぎて わわざわざ登るとかそういうとこまではいかんかったんかもね,ね、うん、その学校から見てる景色と通天閣からの景色、うん、多分一緒やん <laughs> 近いし高さも同じようなもんやったら感覚がね登ってるようなもんみたいなそうだからそんな登ってまで見るほどのあれじゃないって地元の方思ってるかもしれないあと多分なんかたこ焼き焼くのうまいとか思われてるっぽいんですけど全然下手ですよ <laughs> やらんしねやらへんしあんま食べへん あ、まあ私らだけかもしれんけど、今度だけかもしれない。たこ焼き気はあるんですけど、めったに使わないです。そんな食べないですね。あ、全然大好きなんですけど。大好きですたこ焼き。あのソースも粉も大好きなんですけど、家でやるっていうのはなかなかないですね。あんまり食べへんかな。でなんか友達の私の友達はたこ焼き結構お家でするタイプなんですよ。なのでお家にお邪魔した時にたこ焼き焼いてくれるんですけど、なんかねくるくる回すじゃないですか。モーでね、なんかね目が回るらしく。 って友達眠たくなるんですって集中しすぎじゃない？なんかコロ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 たこ焼き続きながら眠たいぞ怖い一生懸命やってくれてんな大丈夫って言いながらいただくんですけどいや別な別だからいいのに変わるわってそうそうやな次行った時私が回そうかな頑張ってはいマーかなあとあのオーギニとか何々でんねんとかあんま言わないです。 「おおきに」は私とか妹は言わないんですけど「運送会社の人おおきに」っつって出ていくから商売人やなって感じがする商売人の方は言うイメージあるねおおきにのでもお客さんでもご来店の方とかで「おおきに」っていう人いてますよああおおきには言うんか私らは言わないですけども何々でんねんは 言うよ、私。何何でんねん、言う。まあまあ、めったにでんへんけど、<laughs> なんかちょっと。誇張した時に。<laughs> うん、そうでんねんみたいな。そうなん、言う。言ってると思う、<あ>私は。ほまあ。はい、うん。そうでしゃろみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 何でっしゃろ <laughs> 何でっしゃろみたいな <laughs> でも大阪でしか伝わらん言葉結構あるよね「あ,あるゴミ、ね、捨てといて」とか「<ー>ほっといて」っていうようなそうそうそれもあんまり通じないんですけね。あそうそう修理するっていう意味なんですけど、はい、ね直してがね。あのしまう、うん 収納するに捉えられるっていうのも聞いたし、うんうん、でもまあ私たち大阪の方とかはねあのもう全然日頃から使ってるから、うん、えそうなんやっていう逆にね<う>びっくりしますよね。ねはい、<laughs> 通天閣登りまちゃうものが見えるかもあなるほど、ねうん、登ったらよかったって思うかもしれん。 はい、今だって滑り台ついてるしあそうなん？え知らんの全然知らん通天閣の上からスライダーが下まで降りてて上から下まで滑り台で降りれるんですよめっちゃ怖くないそう結構ね絶叫してた芸人さんが言ってたけどそりゃ怖いわ、はい、へーまあまああの機会があったらちょっと行ってみようかなそうやねせっかくやから、はい、竹山さんもね来られた時は、うんね、あ、そうそうおっしゃってるんですよ やっぱりいつか大阪は行ってみたいですね。ぜひぜひいらしてください。大阪もいっぱいあの植物屋さんありますし。そうですね。吉本新喜劇もありますし。もしね、吉本新喜劇行かれることがあったら。私あの会員になっておりますので。チケットの手配はあの手伝いさせていただきます。そうですね。おすすめの。そうですね。もうなんかちょっとマスターして。る一回しか行ってないんですけども。はい。 初めての方には教えできるかなと思いますので、よかったらご連絡くださいませ。はい。で、あやかさんです。はい、ありがとうございます。あやかさんは私たちの先輩です。わ、今年二度何ンバーに行かれております。神半期で二度ですか。あ、ほんまや。それは素晴らしい回数ですよね。二回は。推しの漫才師さんがいらっしゃるんですって。知りたいです。誰だろう。ね、いいですね。推しのそういう公園見に行くって素敵ですよね。 あやか、はい、さんも一緒のこと言ってくれてますが、はい、あんなに笑わせてもらって5,000円ほどで楽しませてもらえるとままたた行きたくなりますよねそうですよ盛りだくさんです <laughs> だって休憩入れて、うん 2>, えー、と2時半に始まって5時過ぎやったとかも出てたもんね。そうやね <で>ね、休憩多分十10分ぐらい,、ね、急いですいしすぎてそうもう本当にね5,000円じゃもうお安く感じるぐらいのボリュームなんですよ、うん、本当にねあんだけ笑わせてもうたら、うん、はい、はい、嬉しい感激です、ね、一緒のことを思っていただけて嬉しいですねはい、はい、あ私も大阪在住ですがそんなに頻繁には行きませんよね <laughs> っていう そそううだから絢香さんも推しの公演やからきっかけで行かれたっていう感じやと思うので私たちもそうですもんねあなたのあたの推しの漫才師さんが出るからっていうので行ったもんねでもそれだけじゃなくて他もいっぱい楽しめるよというよあで芽吹さんも新喜劇お好きですってへえ 私はアキさん黄色スーツとシゲジーの掛け合いが好物で、アキ、うん、さんのいいようがたまりません。ああいいですね。好きなセリフあったら楽しいですよね。見に行った時すちこのアメちゃん投げも好きです。あ、私もこれ見たかったんですけど。アメちゃん投げね、実物、うん、会いたかったですね。そう受けてかったの。なめちゃんだって取れる距離やったもん。四列目やったら絶対。アメちゃん届く距離ちゃう。届くと思うよ。ね。

あのバースデーなんですよ。バースデーなので盛大でね、はい、お祝いしなきゃということで。あ,あの話していいの？モンブランのケーキの。<何> <laughs> <laughs> いいよ。いいの、ね？秋さん。<laughs> いいよ。<laughs> いいよ。<laughs> <laughs> なんか母がね、はい、モンブランのケーキが食べたいって言ったんですけどうん、うん、モンブランって言われると多分皆さんの想像の中ではあの一個のあ小さい山形のね丸、うん、いやつを想像されると思うんですけど、はい、いいや私は違うと母が「母がね、ホールのモンブランを私は食べたいんだと」とそ,そうねめちゃくちゃケーキ食べるんですよ <laughs> もういいもたれたことないんかなっていうぐらいケーキ食べるんですよ <laughs> そうそう ね、あの富士山のケーキバイキングって皆さんご存知ですか？あるんですよね。他にもある？他の都道府県にあるんか知らないですけど、ケーキバイキングで6つね。そう。<laughs> そうなんですよ。私と妹はもう3つ3個が限界やったんですけど母はつ食べてたんです。結構昔の話ですけどなんでそんないいもタレントいけるのかなっていうのは不思議でならないんですけど話戻すとモンブランのホールを食べたいんだとそんまりモンブランのホールって見たことないよなっていう話になって姉がリサーチしてくれまして。検索ししまた。はい。 でケーキ屋さんに電話してくれたんですよね。私がね、もう電話して聞いた方が早いんちゃうかって言ってあるかどうかはね、そう電話したんですよ。うん、で、じゃあある一軒のケーキ屋さんが対応してくれることになったんですけども、<laughs> はい、はいあの普通ほ普通のホールのケーキの上に。 モンブランのクリームが絞られたのやったらありますよっていうそう予約してもらったら作りますよって言っていただいたんですけどはい、はい、でそれで一回検討しますって言って電話を切ったんですよね、うんはい、でもちょっと待てよとそのモンブランってやっぱりそのスポンジの間が栗じゃないとあまあねいちごじゃなくて栗がいいっていう話になったんです、うん、その電話を切った後に、うん <laughs> じゃあもう一回聞いてくるってくっそうもうもねほかにもね電話かけたんですけど、うん、出,なか出ないお店とかもあってそうそう出ないし遅かったかな出ないお店も数軒あったりとかモンブランのホールはもうありませんって断られたりとかしちゃってもうそこしかなかったんです、うん、近隣で行けるのが。ほんでもう一回電話して、うん 「あの先ほどモンブランのケーキの件で電話したものなんですけど」って電話したらさっきと違うお姉さんが電話出てくれたんですよ、うん、ほんでもう一回言わないとダメじゃないですか、うん、そりゃそうやそうほんで「あの,あのねモンブランってあるじゃないですか」って <laughs> そっからまた接しのねって <laughs> んか ケーキホールのケーキの上にモンブランのクリームを絞ったのやったら用意できるって言われたんですけどそのケーキの中身って「栗ですか?」って <laughs> 聞いてくれてねう,うんじゃあそうやったよね「そ<う>栗のクリームと栗が入ってます」っていうお答えをいただいて、はいはい、じゃあねそれで頼もうっていう話になって、うん、頼んだんですけど、はい、もう姉も用心深いから、はい、もう一回繰り返して全部聞いてくれて。 ロールケーキもありますすよよっって言ったんですよローールケーキの <laughs>、うん、木こりのロールケーキかななんかがありますよって言われて、うんうん、私はホールが良かったから「いやホールがいいんです」って言ったら「あじゃあ、えっと、ホールですね」って言ったらそれが「ロールですね」って言ってるんかもしれんと思って。<laughs> <笑><笑> 分からんやん電話やから「ね、ロールですね」って言われてたら「うん、もうそれでそうです」って言ったら「ロールが用意されるわけじゃないですか <laughs> いや私はホールが欲しいから「<laughs> ホールですホールのケーキですよね5後ですよね」って言ってうもうすんごいもう確認してで間に挟まってるのは栗のクリームと栗ですよねってそう <laughs> ホイップクリームと栗ですって言われてじゃあそれでって <laughs> 頼むまでにすごい聞くから説明がすごかったきっとケーキ屋さんのお姉さんも「この人めっちゃ聞くやん」<laughs>「めっちゃくり食べたいやん」ってなってたかもしれないこだわりあるんやなって思われたっていうお話でしたそうです、はい、<laughs> なのでそのケーキで盛大に母の誕生日を祝おうと思っております、うん、はい、はい、でねお、はい、話戻りますねあいあさんが、ね、はい 何んばか月に研修に行かれてたんですねってあ、私があ、研修あ、研修してたかもしれないです確かに勉強にはなりました今週も始まりましたのこちゃんレディオのお時間ですの感じがなんとなくいつもと違いましたって<あ>研修の成果がて出ちゃってた <laughs> 出ちゃってたかもしれないですこれからも楽しいおしゃべりで私たちを笑わせて寿命を延ばさせてくださいねって <laughs> そうですねもう笑いはね健康につながると聞きますし、うん、<laughs> 皆さんあの毎日よかったらあの笑いましょうよかったらというか <laughs> <laughs> あの楽しいこと作ってわは,は,、ね、はいねわははって <laughs> わははって言ってたらね面白くなくてもなんか笑えてくるっていう,そう無理なりにでも顔をうあれにするといいらしいですよ上げてねあ知らんけど <laughs> ほんま。知らんけどは言います。知らんけど乱用。これはほんまに言います。ほんに。知らんけど、もうこれ魔法の言葉なんです。ん責任持ちたくない。知らんけどなって絶対言う。知ってても言ってるかも。知ってるくせに、あ、まあ、知らんけどなって言ってる。これはもう事実です。事実です。認めます。はい。知らんのかいっていうね。ツッコミもできる。最高。よかったら使ってください。はい、使ってください。はい。ほんで、えっと、先週か。 あと、うん、水曜日に上げてる北浦園芸さんからの植物たちの開封動画も公開しておりまして。はいはい、そちらもね、たくさん、たくさんコメントをいただきまして、<う>いつも本当に感謝感激しております。もう、でもね、はい、あの鷲尾園芸さんとかの動画とかも、いろいろコメントちゃんと、はい、読ませていただいてます。はい、ありがとうございます。 当店は結構皆さん当にあにいつもコメントをねご丁寧にたくさんいただくんですよ。ですごい嬉しいよね。なのでこれからもどうぞ何かね感想とか何かリクエストとかあればどんどんコメントいただければなと思います。ちょっと返事とかは画面上ではしてないんですけれども全部目は通してますし読んでおりますうしいお気持ちもありますのでまたぜひねよろしくお願いいたします。はい で近々、うん、あ,のあれなんですよねちょっと変わった動画といいますかこれは植物にちょっと関係ない私は結構かけ離れてるとは思ってない分野なんですけど、うんまあ、観葉植物ではない動画をちょっと上げてみようかなっていう試みもありまして、はい、ちょっとこう近日中に、うん、あのいつもと違う感じの動画も上がると思いますので、はい、そちらもよかったら楽しみにしてお待ちくださいませ。はい,はい はい、ありがとうございます。では今日も聞いていただいたありがとうございました,いましたはい、では今週金曜日は金曜日の20時半20時半からまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼いたします。